こんにちは。超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は群馬県公立高校後期選抜英語の長文の問題についてお話をしてみようと思います。今日お話しする長文は大問の7の長文です。まず配点についてなんですけれども、四角7番の長文は配点が非常に大きいです。2019年の入試では29点、2018年では26点、2017年では28点という点数でした。大きいですね。で、内容についてなんですけれども、2019年は、職業体験に行って経験したことというテーマで、分量としては27行の英文でした。2018年は日本と諸外国との関係についてのスピーチの原稿を作るということをテーマにですね、分量27行の英文で、2017年は宇宙旅行についてのスピーチ、これが28行ということで、まあ分量としては A4 サイズの紙一杯ぐらいの量ですね。ここの英文が出てきます。で、出題される問題の内容はというと、これは3つです。1つ目は内容に、ついての A 問 A 答です。これはですね、why とか、what とか where、それから who、when、how といった疑問詞を使って質問をされますので、それについて答えるということです。これ疑問詞を使って聞かれていますので、イエス、ノーで答える問題ではないということですね。ここをしっかりしないとおかしな文になってしまいますね。で、二つ目は、用紙の把握ということで、文章の内容についてですね、穴埋めで答えるという問題になっています。で、三つ目は、これは条件作文が出ています。この条件作文は、まあ、内容が違いますので、聞かれることは違いますけれども、この後に続くものを書けというものであったりとか、内容に合うように書けというものであったりとか、いうふうになるんですが、書かなきゃいけない分量はですね、20語から25語の英単語で書かなければいけないというふうになっています。その時にこのワードを使わなきゃいけないとか、そういうものも入ってくるんですね。はい。で、今の出題内容から考えるとですね、文章の内容が読めていなければ、とても正しく答えるということはできないというふうになってしまいます。ですから、内容、長文を読める状態であるというのはもう前提です。これはもう大前提です。で、それができて、初めて答えることができるというような問題になっていますので、やはり、長文を読む力というのを鍛えておく必要はありますよね。はい。ですので、一日少しずつでもいいので、毎日のように長文を読む。今読めないから、私は読めないからではなくて、読むんです。で、その中で分かんない英単語があったりとか、英文法があったりとかというふうになったら、そこを復習するというふうにしていくといいのではないかと思います。時間を決めて読めると、時間内にちゃんとこの問題を解くことができるというふうに思いますので、しっかり長文の練習をしてみてください。はい。では今日は群馬県公立高校後期選抜、大問7番の長文についてお話をいたしました。ありがとうございました。